さあ、英文プロ時間がやってまいりました。本日92回目でございます。部分否定、そして前回91回目の動画ではですね、この部分否定を説明しております。で、形はですね、 not の後ろに 100% を暗示する形容詞もしくは副詞で、 100% というのは一体どういうことですかっていうと、すべて、 all、 いつも、 always、 そして必ずという necessary などですね。こういう形になった場合に、名前は部分否定、ただし和訳の仕方を押さえておけば OK でございます。で、基本は何々、例えば all だったらすべて、うんたらかんたらというわけではない。 always であればいつもうんたらかんたらというわけではない。 necessaryly であれば必ず、もしくは必ずしもうんたらかんたらというわけではないという感じで押さえていただけると問題ないかと思います。さあ、今回92回目でございますので、ちょっと和訳練習ということでやってみました。で、この映像ですね、パソコンでご覧になっている方はこの下、例文が掲載されていると思います。そしてスマホでご覧の方ですね、画面の右下にこういうボタンがあるんじゃないかって感じがします。で、このボタンを押していただきますと、皆さんが和訳をしていただきたい例文掲載しておりますので、ちょっとそちらをご覧になっていただいて、和訳ちょっと頑張っていただけますかね。いけますでしょうか。ここにももう書いているんですけども、ですね、その例文の出だしのところ、四角括弧のところだけで大丈夫でございます。さあ、いってみましょうか。 Critics point out that 点点点。まず皆さん、 Critics 評価は point out 指摘しております。何をということになりそうですから、 point out 他動詞でいいかと思います。ですので非評価主語で point out 他動詞で、もちろん何を指摘するのかってところが後ろざっと説でよろしいかと思いますので、これで皆さん SVO 大きくこんな感じになるかと思います。で、何を指摘しているのかの具体的な内容があとは続いているだけです。で、もちろん Expanding Consumers Options is ということで、もちろん is がここ、動詞がここにありますので、主語はその手前全部と考えていただけるといいと思います。このあたりですかね。ですから消費者の選択肢、それを Expanding、 拡大することですね。消費者の選択肢を広げることですね。それが全体で主語 is がありますからね。 is という動詞がありますので、その主語はその手前でいいかと思います。で、拡大することは not always 出てきました。ですから not の後ろに always、 いつもうんたらかんたらというわけではないということでいいかと思います。じゃあ何なのっていうと、 good idea ということで、良い考えですね。 not always、 いつも良い考えではありませんよということを指摘しております。ということでいけそうですね。もう一回いきましょうか。批評家は、もちろんうんたらかんたらうんたらかんたらを指摘すると、多分前最後の戻ってくるかと思いますので、こちら言ってみます。批評家は消費者の選択肢を拡大することはですね、広げることはいつもいい考えというわけではありませんよということを指摘しているということでいけそうですね。ポイントは部分否定でございますので、この訳し方ですね、これを押さえておいていただけると嬉しいかと思います。いけますね。で、次回93回目はまた別の文法表現ですね、やってみたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。